徳とアブハは、モンゴル帝国の第27代ハーン。モンゴルの年代記では、大数ハーンの名前で書かれる。漢文資料では、脱脱不花と表記される。徳とアブハは、モンゴルの再統一を成し遂げたダヤンハーンの曾祖,祖父、アクバルジの兄にあたり、ダヤンハーンから始まる北元の皇族の系譜は彼から明らかになる。徳とアブハは、チンギスハーンの末裔であるが、 どの王家の出身かは明確になっていない。中国で編纂された民史万歴武功録では元の王家の出身とされている。一四百四十二年に徳とアブハが李氏朝鮮の清掃に当てて出した書簡ではクビライの子孫を自称していた。即位前はオルクテムルハーンの元に出資していた。オルクテムルが殺害され、アリクブ家機のウルジェイテムルがハーンに即位すると、 1409年に民に投降した。徳とアブハは民に基準した後、寒縮返境のエジンネに居住する。15世紀初頭にモンゴル高原で台頭していたオイラト部族の指導者トゴンはハーンを称うとしたが、伝統的なチンギス島原理のためにハーンへの即位を反対された。徳とアブハはトゴンによってモンゴル高原に呼び戻され、1433年に ハーンに即位した。1434年にオイラトと敵対していたアルクタイを撃ち、1438年にトクトアブハの即位前にハーンを称していたアダイを滅ぼした。トクトアブハはオイラトからフルンボイルを与えられ、ケルレン側を本拠地とした。アルクタイが率いていた武衆はトクトアブハの参加に入り、トボンは上昇となり、名目上はトクトアブハが トゴンの上に立つ形となった。トゴンが没し彼の子であるエセンがオイラトの指導者となった後も、トクトアブハは依然としてオイラトの傀儡君主だった。トクトアブハは民の朝廷に調校し、民側は彼を他の部族長より厚く扱い、文書にはトールタチカガンの称号が使われた。1449年の土木の変に先立つ名への侵入では、 モンゴル高原東部のウリアンハイ 3A を率いて、両党を攻撃した。土木の変の後、大使の擁立をめぐって、トクトアブハとエセンの間に対立が生まれる。トクトアブハには、エセンの姉が日として与えられていたが、エセンの姉との間に生まれた皇太子を大に立てようとせず、別の人の間に生まれた皇太子を大に指名しようとした。ため、エセンは、不満を持った。また、エセンは、 徳とアブハが民と結託して、オイラトを滅ぼそうとしていると疑っていた。徳とアブハはハラチン部から送られた援軍と共に、エセンを攻撃するが、敗北する。敗れた徳とアブハは、ウリアンハイ 3A に逃れるが、そこで殺害された。徳とアブハの死後、北元の皇族は、オイラトの人間を母に持つものを除いて虐殺された。ありがとうございます。